ジが、ポチョムキンと、今のところサトゥー戦2連勝ぐらいしてるの見てるんで、で、ヤクセルさんが、やっぱポチョムキンと DZ と、なんかもう3ついけそうな感じしますね。あとはカイがどうするかってところでしょうか。チームメイトからは初めてアインさんを応援するというね、温かい声が。あ、もう始まってた。A バンダイ、アイン会、タカアンジ、ヤクセルアクセルチーム、2P 側、FAB ポジマキン、カズキ DT、サトジョニー。そう、今日はね、俺のジャスティス、オワンチュージャスティスで、ね、こう、よし、やったるぜって、サトゥースレイヤーとやったんですけど、8連敗ぐらいして、ちょっとダメだなと思いました。シューティング気持ちいいって言ったら、相手がテンションマックスだったんでね、やっぱダメですわ。さてさて、立ち回りは NS がめんどくさいんですけど、あんまりリターンがない感じがする回なので、どこでダメージを与えていくかって感じになると、ショーン、まあめんどくさいけどね、そうなんですね。空中ダッシュで通していく、その空中ダッシュをどうやって潰してセットプレーに行くかっていう感じがメインになるんでしょうかね、わかりません。まあ、マシモさんが NS だけ S だけ殺せるみたいなね言ってるんで、やっぱそういう意味では NS の使い方がやっぱね大事になってくるんじゃないかなと思ったところです。ゲームセット、あら、池優しい。テスタメント使いすぎちゃったかね、佐藤さん。ディバインブレード、相手はいない。ダメージ、あとはもう、3H を打ったら死んでしまいます。コパンマイビー、出したりしたら足払いからチャージ、先端直下していますが、逆に投げてジャンディから表、これ非常に今回見づらい。あれ？お互いに空振り。さあ、レイズを打ちたくなっていくようですが、ここで中段パン。なし画面端、わーっと空中直ができんだ、知らんかった。沿線が、あ、避けていく、あ、時間ないっす、ここへ。今一体な何をしてるんだと思って、時間を俺が見てなかった。さあ爆戦台して最初にさせるが、ここはレベル1状態のね、そこまでまだ痛くありません。痛いです、痛いです、これかすっちゃいます。画面端、心臓を見せるぜ。123123、はい、沿線がから顔が赤くなってどうしようかな。さあリードしたいんだろうみたい、おっ、あっ、まさか、あそこ、あれあれ、うんちょ、うん、あかん、あったあかん、ほら、うんちょ狙ってますね、この動きは。なんだという解説がマイクに入ってない。5000試合ぐらい見てる、もうファンですね。ダメージって、どうドアからの、ちょ、さあ捉えたぞ、チャージをガードさせてもらったを警戒して前ハイスラージャンケン押し返す。今回のジャンケンは非常に強い。ダメージどう、うーん、取るんだ、やっドアから、はい、逃げて、あらー、諦めろ。諦めろ、やばいな。諦めんなよ、それが。諦めろはね。初めて聞いたよ。やばい。テレサやべえな。そのボディとその顔で諦めろはマジ、コーラ作っちゃえよ俺。最近コラ画像ハマってるんですよ。諦めろ、試合終了だっつって。さあ出てくるのはタカアンジ。さあ、あとなんか前夜祭の25音あたりからかなりノリノリの雰囲気っていうのをずっと言い続けて、そろそろもうね1ヶ月経とうとしております。絶好調タイムが長いです。はい、SK、 あ、やばいやばいと、やばい、諦めろが発動するかもしれません。やった、打ってきた、空から降ってくるハンラー、交じらない、中央、あー捉えられて、どうすら、うんちょ使いませんね、一本選手、サトゥー。さあ、3K、おっ、捉えてしまった、どうする、ジャン、あ、できない、
前回は結構ね簡単だったんですけど、今回逆に難しいですよね。ですからステージアック足払い、ステージアックから画面端どういうルートに行くんでしょうか。上海で落とす、素晴らしい状況重視で画面端、さあ風神を待ち構えつつ上海スラー、それに対して足払い、風神よっしゃ。さあこうなってくるとジョニー辛い、非常に辛いが賛否立っている。マイピー総裁から何するのかな、円安に対して捉えていくか、風神からのマイビー、うまい落として、どっちだ、中段で崩して金エース、立ち返したらマイビー、ここはバスト、風神何もしない、マイビー捉え、うわあ、お疲れ様です、あお久しぶりですって誰かなと思って、お久しぶりですって言っちゃったけど、大阪さんだって全然お久しぶりじゃなかったです。いやそう、火曜日やってます。いやなんか最近結構訪ねてきてくれる人が多いんで、一言目はお久しぶりですって言ってるんですけども、そう会話するうちに相手の顔を思い出したりとかします。リバン内、フィーノさんのチーム勝利ですね。4人チーム、ホッサさん、カリンジュさん、UMA さん、ユータさんのチームは今から、B バンダイで、ハーシャファースト、投げファースト、コキースレイヤーチームと B バンダイで試合となりますので、代表者こちら来てじゃんけんしてください、お願いいたします。さあタスピー対グー SKSD エンセンガー、さあ中方針、じゃあ、ホサさんとじゃんけんをして、で、ホサさんチーム4人チームなので先方先出しになってます、頑張ってください。センスが違うんだな。と言ってる間に変わったのはサドゥさあ先方対称戦となってしまう、あーと走りすぎてしまったか、 PS、 はい、ディバインブレード落としてないんですね、ちょっと難しい。さあ捉えてどうするんだ、アクセルは非常にコンボが難しいイメージ。おお青キャン地味にかっこいい、あ8で吹っ飛ばしてジャン S、 P から歩いてダッシュして投げる、タッチ P からホイホイ、アクセルボンバー SP、 足払いこれうまい、あっとここがバー体にもなってるのか、歩いて投げて金 S、 立ち合いすら前ハイ 2S、 ジャンディーボンバー、立ち合いからよいしょ、あー立ってしまった、はいはい、ホイから沿線側までまだ残っているなー、ですがこれちょっと相打ちのコインも非常に痛い状況になってしまっています。さあ表しっかりガード、さあファジージャンプを見せていきますが、この状態になってしまうとアユシが痛い。さあカヨン君ミストステップからの投げ、さあ前ハイキース上段 SSD 遠征まで、さあここは辛い状況が続きます。アクセル画面端、ここはディワインブリードを走り抜けることに成功しますが、連戦撃、あーと油断したらねまたね風がぶり返しちゃうんで、皆さん気をつけましょう、画面端には行かせない。さあジョニー側はちょっとねこれ 25% アクセル側にありますので、飛んでしまって引っかかってしまうと体力が非常に痛いので、なるべく歩きながら攻めます。地上で食らってしまえばね連戦が安いんでって言いましたが、まあ投げは別ですね、画面端 S、 あはい D か、取り返していくな、アクセルアクセル。さあ開幕ダッシュ外すをやってきました、それに対してミスマイナー下段、円安に対して勝てるんでしょうね多分。さあ PK からタッチ系足払い、ラッシュは飛ばない、
さあここは早い、面前でしっかり返して青キャンまで決めて画面足ハイスラー、よいしょ、しっかり決めて置き攻めは足場に出して、足元の敵のパシケ返していく。さあ一気に近づく、さあ走るガードから円安、さあ微妙な間合い、そしてフレームですが強気に連発、そして FB 玉砂空手投げテイク、なんとここはガード固めてしっかり絡みジャンプス差し込んでいきました。勝ったのはヤクサラクセル。はい、では行きましょう。あ、やりじっとなんかキャラ違うなと思った。あ、そういうことか。いや、あれですね、ポケモンも発表されまして、Y 賞メスみたいだね。面白かったです。 X さんと Y さんのあれはちょっと面白かったですね。 Y 賞タイプフェアリーが一番面白かったです。さあ 2S 効果バースト使っていく。さあこの中に何人やめておこう。足払いからまあ、Y 賞メスはね、はまりますわ。さあ、立ち返す円安から、ここはガード固める。ゲージがないので、飛んだところを引っ掛けると、でかいダメージが与えられますが、空中投げしっかり見ている。3P、足払いから、連戦、青キャン、3P、よいしょ、ガラ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 、一本、選手、エクストラクトル。スマブラもね、面白そうですね。さあここ痛いが当たりどころが良かったですね。おおさあこっからはアクセルが今度は我慢しなきゃいけないターンです。噛みついて立ち牌からここは2ハイスラー、ダメージはもらってしまいましたが安全なバース、うーん2ハイスラー青木あるかわかんねえ。 2S からおわっとミスってしまって投げられて魚から話したい先生、助け、噛みついて、5番、金エース、よいしょ、よいしょ、2ハイスラー、木の実から、FB 木の実、話したい先生、空中ダッシュ、着手下段を決めて、1本取り返す。足割りから、連戦、さあ、ここは、なし投げ、強気の行動を通していく。よいしょ、ダウンを奪って、画面端、円エース、差し配、羅生戦。体力マックス、つい、結構いて。さあ D 魚、ここは厳しい状況、ゲージがいっぱい、しかし強気に前に出るが投げ漏れたが投げているのはディズニー、置き攻め開始、3回目、軽回目からここは来る間に投げて画面端、タッチ系ヒット、3回目、上海、ここはさもう1回、噛みついてる、KP かな、2S サイク、落ち着いている。さあここで立ち回り、ダッシュでタッチ P の、ね、下を潜る感じですね。さあここでジャンプスしっかり立ち系返す、うまい、ニエスに対して着地を振るからニエス、はい、デート勝ったな、ヤクスラクスル。ついにね、あのピッピーもミュースリーに、ピッピーだね、ミュースリーに進化できる、ピッピーもミュースリー、そういうことかはい、では行きましょう。大将戦、さあここまで来ました、ヤクセルアクセル対してら FAB ポジョムキン。アクセルのランクは、某中坊さんの、ランクによると B ランクとかだったんですけども、どうなんですかね、ファーストがやっぱアクセルいけるって感じでみんなは結構評価高いイメージがあります。まあありますって言ったけど俺ですバランスはいいんじゃないかなと思いますけどね。さあ 2S から前へ行け、 2S ホイホイ、さあ端追いかけて、さあ中央線、電車じゃないけど中央での立ち回りということで、立ち合いを差し込み、立ち合いもう一度、立ち合い立ち合い立ち合い、さあ直下、
イエス、差し込んで、奥攻め、前行け、ハンマーからの空中合体。さあ、エンスが外して終了。連戦撃、連戦撃。わーい、はい、すごいことになった。どちら様、こちらで、はい、じゃあちょっとね、4人チームの皆さん、ちょっとお待ちください。しばらくありません。うん、しばらくない。さてさてさてと言っている間に 2K 半ブレー、お餌が落ちてきて、バーストが溜まるナイスバースト。アンジスカイが言うとね、わかります、気持ちがわかります、伝わってきます。おっと、これは気まずい、逃げる、ナイス攻撃。 S からこう、これこそ焦ない、しっかり返して1、2、3、はい、落ち着いて、昇竜拳じゃない半回転を入力するんです。はい、では最終ラウンドになります。大将戦の最終ラウンド、勝てば2回戦進出。さあ、相手を動かしているのはアクセル、ゲージが溜まる前にね、なるべく大きなダメージを与えておきたいところですが、トーコがダストしっかり立っている。そしてヒート、ダメージを遠距離から中段もしっかりガード。さあ、ラッシュ戦に対してマイハイスラー、怖すぎる、ハンマーかな、多分耐えれるんでしょうね。姿を見てるってことですね、かっこいい。さあ、この距離は FB 局さんも怖い。さあ、青キャンダッシュから、これゲージは入っていますが、ダメージをなかなか与えることができない。こうなってくるとポチョムキンがね、ゲージ効率のもうね、テンションマックスですから、ガンガン攻めることができる、攻めれば攻めるほど溜まります。一気に 50% 回収。さあ、うまい、そこからジャンプ系で返す。そして距離を取って、さあ、ここは局さん間に合っている、逃げろい、スライデー、スライドヘッドが引っかかって飛んだところにヒート、前ハイヒートから右右ポン、ダメ足、一気に体力逆転、前ハイがバックスでこらえて勝ったのは FAB ポチョムキンとなります。おめでとうございます。5試合、はい、ごめんなさい、お待たせしました。大阪さん、テレサマン、俺のチームとフィーノさん、ジュンさん、キッシーさんのチーム、エマ